あ、もう一杯来た。ん？あれちょっと大きい、前から来た。うわ、でか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 、あれでかい、絶対キロある、絶対キロある。わぁ、抱くでしょ、これは。なんで行かない、行け、抱け。よし、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ブラブラフィッシングのお時間でございます。オープニングを取り忘れたんで、音声だけちょっと後入れしております。今回はですね、もちろんエギング動画なんですけども、実はですね、ものすごい映像が撮れております。2キロオーバーの巨大なアオリカがエギを抱くまでの、サイドでのやり取りですねが、カメラでバッチリ撮れておりますので、まあ、ちょっと一部、光の反射とかで見にくい部分もありますけども、まあ、抱いて持っていくまでがバッチリ映っておりますので、ぜひ、その様子なんかお楽しみいただければと思います。ブラインドでね、エギングされる際の、イカのイメージ作りなんかにも、もしかしたら役に立つかもしれませんので、その辺見ていただければ、嬉しいです。で、今回ですね、沖縄のハイサイ探偵団のパンチ君がちょっと遊びに来てくれて、丸2日みっちり一緒にエギングを楽しんできたので、その辺のね、様子なんかも楽しんでいただければと思います。それでは、本編どうぞ。さあやっていくよ。やっていくよ。ドシャローやね、ドシャロー、超スロー入れ。折れば一発と思うけどな。みんな結構ね、今年は2キロとか3キロとかもう出てるんで、俺も釣りたい。さあ、追尾はないか。ついてこんねー。一発目でついてくるかなとは思ってたんだけど、ついてこないですね。でも途中までついてきとるみたいな可能性あるけんな。あ、外した。うわ、でかい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 。え、でかくない？で、あ、わ、来た来た来た。見てる見てる見てる。ちょっと離れたけど。あ、もう一杯行った。ん？あれちょっと前から。うわ、でか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 。あれでかい、絶対キロある。絶対キロある。ちょ、カメラ映る？あれ映る？うわ、でか。でか。でかでか。え、これめちゃめちゃでかいやん。こいつは何に向かってきよる？これ
でもめちゃめちゃでかいよ。気になる気になる。あー、ダクでしょこれは。なぜ行かない。行け、ダク。めっちゃでかいよ。もう一杯いってよ。わー、ザイタ、やりました。わー、ザイタ、やりました。おわー、よっしー。あ、ごめん、また釣っちゃった。いいサイズです、いいサイズです。最高だよ、最高。これ、ジャフ届くかな。あります、ね、いや、届くやろ、3メートルあるけんね。まあ、しばらくかかると思う、でかかったけん。いいな。めっちゃでかかったね。え、2キロがあるんじゃない？多分2キロ近くあると思う。ごめん、バンジー。ぶっちゃった。え、でかい。あ、1キロ半ぐらいか。キロはあるね。これギャフ入れ失敗するとか幼稚。でも結構しっかりかけなきゃな。おお、パンチ、押す。これはいけるか。これいけんやん。あっちに運ぶ。あっち側に運ぶか。あっち側に運んで。でっか、マジで。大丈夫か、パンチ。無理せんでいいよ。あれやったら車に長いの乗っ取りはするけど。失敗しないように気をつけます。長いの取ってくるか。いや、ちょっとちょっと、サイドでこのサイズはエクスタシーだろう。エクスタシーっすね。ちょっと待ってね、もうちょっと寄せるわ、後ろからね。オスですね、本当に。はい、めっちゃでかいよ。めっちゃでかいね。ナイス、サンキュー。ナイスサイズ、でっか。おお、でかい。いや、でっか、でっかい、でっか。おー、はい、おー、でっかー。これあ、大丈夫パンチ。これパンチでけえぞこれ。おい、やばー、これ。2キロはいったでしょう。ゼロ 2.3。 おい、どうだ。 2.3。 すごい、ナイスサイズ。やばいね。自己シーンですよ。これはちょっと、いや、今年のイカでかいよね。でかい、やったね。やったー、これはちょっと。すごい、これ。これはめっちゃいいっすね。もう、だって、ほら。でっか、でけえ、でっか。がっちり抱いてる。いや、今かけた。あ、よく。風やばいね。イカだ。うん。こいつもなんか壁見とるな。あ、俺が今試しでジャークしたイカに、エギについとったんか。えい。
いやまあ嬉しいですよ、釣れたら。ありがとうございました。おー来た、うわしかもいいサイズやん。前こっ、ちょこっち来れるか。あ見えてないやった、そっちの階段からギャフで撮るけん、階段でギャフで撮るけん届かんけん。よしよし、いや来た来た来た、ごめんねちょっとヒットシーン撮ってなかった。いや穏やかすぎるし、動いてないね、動いてないけど無理だなって思ったら引っかかったって感じ。オッケーオッケー、こっちなんかプカーンって浮いてますね。あいや引っかかったみたいな感じだね。オッケーオッケー、こっち持ってきてゆっくりゆっくり、追尾ないな。まあまあ大丈夫か。かもしれん。よし、いいやんいいやん、マジばい。俺坊主やん、まだ。ギャフ打たんでいけるか。よしよしよし、おおおお、よし、おいいサイズよ続いて、あああ、おいいサイズよ続いて、あああ、マジごめん、もうマジごめん、またギャフ入れればよかったね、また同じパターン。あーマジごめん、ついにパンチくん、ついにパンチの一人旅が終わりを告げる。ミッションクリア。ちょっと前戻って、これ余裕であるやん。すごい。余裕である、余裕である。やったねー。だ、多分。おお。あ、でもちょうどぐらいか。ちょうどぐらいだと思う。いや、これ。じゃ足一本もげたんで。あ、あれが200グラムぐらい。足一本に。あ、そしてリバレスさんが重さ測るのを持ったんで。そう、パンチが。パンチの一人旅クリアできるかどうかにかかってるんで、はい、900。あ、お、余裕やん、 1.2 よかった、ありがとうございます、ありがとうございます、よかったよかった、すごい。パンチ一人旅クリア、これクリアクリア、最終回、最終回でまた新たなショーが始まります多分。よかった、ナイス、1キロおめでとう、ありがとうございます、やったね。写真撮るか、はい、いかがでしたでしょうか、まさかね、あんなサイズのアオリイカが、しかもサイトでね連れてくれるとは思ってなかったんで、もうむちゃくちゃ嬉しいチョコになりました。沖縄から来てくれたパンチ君もとりあえずあの目標だったキロオーバーも連れて、大満足して帰っていただけたのではないかと思います。嫁氏のイカは元気に帰っていったので、よしとしましょう。春のね大型オリイカシーズンはまだまだ続きますので、今度は、今回 2.3 だったので今度は3キロ目指してねエギング頑張りたいと思いますので、この動画が面白かったよっていう方は、チャンネル登録高評価コメントもお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。
ピッ。